ガイウス・クラウディウス・ネロは、共和制ローマの政治家、軍人。メタウルスの戦いで勝利した、紀元前207年の執政官で、後に、ケンソルも務めた。紀元前214年、ネロはその年の執政官、マルケルスの下で働き、ハンニバルがネアポリスからの来接近するとこれを、迎え撃った。騎兵を任されたネロは、夜のうちに、敵の後輩へ回り込み、 戦闘開始と同時に後方から突っ込むよう命じられたが、ネロは指示通りに動くことができなかった。勝ちはしたものの予想通りの展開とならず、夕方になって帰ってきたネロに対し、激怒したマルケルスは、今度こそカンナエの二の舞を食らわせるはずだったのに、失敗したのは貴様のせいだとまで言い放ったという。紀元前百十二年、プラエトルに選出されたネロは、スエスラにいたが、 カプアを包囲戦としていた、失政官プルケルに招集され、第二次カプア包囲戦に参加した。カプアは、翌年になって落ち、ネロはヒスパニアに派遣されることが決定され、一万三千の兵を与えられて、プテオリを出港、タラコに上陸した。スキピオイ下の兵と合流した、彼は、ハスドルバル2を愛知に封じ込めることに成功し、ハスドルバルは、逃亡を許されるなら、 ヒスパニアからの全面撤退を行うと伝えてきた。ネロはこれに応じ、毎日のように交渉が続けられたが、その裏で兵を脱出させていたハスドルバルは、宗教上の近畿を理由に交渉休止の日を設け、その間に脱出してしまった。敵人が、もぬけのカラーとなったことを知ったネロは慌てて追撃したが、間に合わなかった。その後ネロは、タラコデスキピオと合流し、 彼の配下のシラノスに軍を引き継いだ。紀元前209年、ネロは再びマルケルスの配下となり、カヌシウムの戦いに参加した。中央に陣取るマルケルスの領域をレントゥルスと担った。ハンニバルは戦像を投入し、混乱を引き起こそうとしたが、トリブヌスミリトムのフラウスが戦機を掲げて、果敢に前進し、槍で像を攻撃させたため、逆に混乱した像が、 カルタゴ軍に突っ込み、ローマが勝利した。紀元前207年、ネロは、執政官に就任する。同僚はリウィウスであった。リウィウスは、以前、執政官を務めていたが、退任後に弾劾され、有罪となり、それ以来田舎にこもっていた。この頃には、ネロの実力は知られるようになり、執政官として十分とみなされてはいたが、老練なハンニバル相手には、 サポート役が必要だった。それでリウィウスが適任とされたのだが、リウィウスは以前弾劾されたのはネロの告発によってであると思っていたため、彼らはいがみ合い、元老院が若い韓国を出すほどだった。ネロはブルティウムでハンニバルと退治し、リウィウスはセナでハスドルバルに備えることとなった。アルプスを越えたハスドルバルはハンニバルと合流するため密集を送った。しかし、 ネロの軍に捕まり、その計画を知られることとなった。ネロはこちらも合流すべきだと考え、強行軍の手配をし、精鋭7000を選抜した。残された兵たちには、ネロの不在を知られぬ、要陽動作戦が与えられたが、ハスドルバルは、以前ネロを手玉に取っており、さらに指揮官の不在で不安に駆られた。ネロは、入念に準備を重ねて、軍を招集したリウィウスの軍に、 さらに、我々が加われば、絶対に勝てる。作戦の成功は、この隠密行動にかかっている。市民の頑固の声を思い浮かべてみるがいい。と鼓舞した。残留する部隊から勝利のために飛ぶ死を受け取った。ネロは、リウィウスのもとへ急行した。ネロは、自分の到着を知られないために、リウィウスと連絡を取り、夜の到着を提案された。到着して、すぐで、部隊は、 疲れていたが、即刻攻撃を低減して、メタウルスの戦いが改善した。ハスドルバルは、戦像10頭を前面に押し立てたが、リウイウスは勇敢に戦っていた。右翼にいたネロは、地形の影響で思ったように展開できなかったため、後方で再編成し、敵の攻撃を受けていた左翼に回り込んだ。両軍とも必死に戦っていたが、ネロが、戦像部隊を後方から吸収し、 カルタゴ軍は、崩れ像も全滅した。ハスドルバルはこの戦いで命を落とし、ローマ軍は大量の戦利品を得た。両子政官は共に、ローマに入場することを約束し、歓喜の声で迎えられた。外戦式では、リウィウスの担当地でリウィウスの指揮権がある日の勝利だったため、彼が戦闘のクアドリガに乗り、ネロは馬に乗って外戦したが、 ネロの功績は人々に広く知られていた。紀元前204年にマルクス・リウイウス・サリナトルと共にケンソルに就任する。高位政務関係権のない7名を元老院から除名し、ウェルコススをプリンケプス・セナトゥスに指名した。新たに公共事業を契約し、円税をかけることを決定した。価格を統制したローマ以外では高値が付けられた。 エックイテス名簿の改定に移ると、ネロは突然リウィウスのュー場を没収するケンソルの検責を告げた。それに対してリウィウスも以前の告発と元老院の勧告を無視したとしてネロのュー場を没収した。ネロはさらにリウィウスをアエラリウスに止め置く検責を行った。リウィウスは前規約を除くゼントリブスに対し以前彼を無実であるにもかかわらず、 有罪にし、さらにその犯罪者を、失政官やケンソルに選出したとして、アイラリーに落とした。これを見た野心的な御民間の一人が、ケンソルを弾劾しようとしたが、悪い前例となることを恐れた、元老院に妨害された。紀元前201年、古代エジプトのプトレマイオス五世に対し、ハンニバルとカルタゴに勝利した報告と、多くの同盟国が裏切る中、最後まで、 友好関係を保ってくれた感謝を伝え、また、マケドニアのピリッポスモセが野心をあらわわにしていたため、これからも同盟関係を続けていくことを交渉する。施設団が派遣された。ネロは、レピドスやトゥディタヌスと共に選ばれている。彼らは、翌年アッタロス町のアッタロス一世とアテネで、会談し、対マケドニアで協調することを約束した。アッタロスは、ローマ、アテネ、 ロドス島が共同してマケドニアに対抗すべきであるととき指示を得た。さらに施設団はその頃アティカに侵入していたピリッポスの将軍ニカノルと会談しギリシャに手を出さないことアッタロスへの賠償に応じることそれらに応じなければ平和は望めないことを通達した。このことをギリシャの諸国に伝えながら彼らはエジプトへ向かった。アレクサンドリアでアビドスがピリッポスに 包囲されていることを知った施設団は最年少のレッピドスをピリッポスとの階段に向かわせた。ピリッポスは先に仕掛けてきたのはアッタロスとロドスであると主張したが、レッピドスはその矛盾を鋭くついた。ピリッポスは若きローマ人の大胆さに対し平和を望んではいるが、そちらがそのつもりならこちらも準備は整っていると答えた。 施設団はおそらく紀元前199年までに帰国した。ありがとうございます。